少年役が一番自信がありまして、声優という素晴らしい職業に出会いました。活動の幅を広げたいと思い今回エントリーしました。アニメをよく見るので声優を目指しています。最終オーディションまで来ると思っていませんでした。夢を目指して頑張っていきたいと思っております。結果を発表します。グランプリは1番のアイリンさんです。本当に言葉にならないくらい今すごいびっくりしているんですけど、本当にこのトロフィーもいただけてとても嬉しいです。本当にありがとうございました。